皆さんこんにちは、マイです。今回はシンガポールで私が気に入ってリピート買いしている商品10点をご紹介します。まず一つ目はこちら、トリュフ味のポテトスティックです。日本のジャガビーやジャガポックルに食感がすごく似ている商品です。2つ目はリトルインディアにも店舗がある MTR のレトルトの豆カレーです。3つ目は冷凍食品のプラタです。カレーと一緒にいつも食べてます。作り方はとっても簡単。日本のレトルトカレーと一緒だから、湯煎で数分、5分ほど温めたら出来上がり。冷凍プラタも温めるだけだからとっても簡単。フライパンにビニールを剥がしたプラタを両面を焼くだけです。温めただけのインドカレーセットができました。プラタって日本では食べたことなかったんだけれども、ナンとは全然違って、ちょっとパイ生地っぽい感じです。表面がパリッとしてサクサクっとしてる感じかな。私はナンよりもプラタの方が好みです。4つ目は火鍋屋さんのハイディーラオの商品で、お家で火鍋を簡単に楽しめる鍋の素みたいなものが気に入って購入してます。5つ目はスープレストランの商品で、チキンと一緒に食べると美味しいこちらのジンジャーソース、これは本当美味しくてお土産にもよく利用してます。この商品は生姜と相性が良さそうなものと一緒に食べると美味しいです。唐揚げでも合うし、蒸し鶏にもよく合います。6つ目の商品はタホのレモンチリソースです。以前ローカルの視聴者さんから、辛い料理好きだったらこのチリソース好きかもよって教えてもらって、食べてみたらすごく美味しいチリソースだったから、結構ドハマりしてよく食べてます。一番おすすめの食べ方は、何かにつけるんじゃなくてもうそのままいただくっていうのが一番美味しい。7つ目の商品は辛い唐辛子のチリパディです。このまま料理に使うこともあるし、私はよく1ヶ月ほど天日干しにして乾燥唐辛子のようにして料理に使ってます。8つ目の商品はこちらです。スモークのカシューナッツとアーモンドです。この商品はスモークの香りが本当美味しくって、このままおやつで食べる時もあるし、お酒のおつまみにももってこいです。私はこの商品、日本に一時帰国する時は爆買いして友達に配ってます。9個目の商品はこちら、パッケージになんだっけ、雨上がり決死隊のホトちゃんにそっくりな男性が乗ってるのが目印です。お湯を入れていただく春雨のスープのような感じです。こちらのスープが辛さとしびれがよく効いてて、その中に酸味も あるから酸っぱ辛い春雨スープラーメンっていう感じかな。10個目の商品は
パッケージに赤ちゃんの絵が描いてあるポポです。袋にイカンビリスって書いてあるから、多分イカンビリスが練り込まれてるスナックだと思います。食感が結構硬くって、味がまあ極端に特別美味しいっていうわけじゃないんだけれども、癖になる味で食べ出したら止まりません。